タービラントはエストニア出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーはイリーナ・シュトルクなど。兄はアイスダンス選手のクリスティアン・ラント。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスエストニア代表。エストニアフィギュアスケート選手権優勝5回。1998年からスケートを始める。長くアイスダンスカップルを組むイリーナ・シュトルクとは2008年に 一旦解散したが、一シーズンを置いた2009年に再結成した。コーチのレアラントは、タービ、ー・クリスティアン兄弟の母である。2009から2010シーズン、シュトルク・タービー組は、エストニア選手権に優勝したが、実質的には、ケイトリン、マロリー、クリスティアンラント組に次ぐエストニアにワンカップルであり、バンクーバーオリンピックへのエストニア選手の出場権も、 ネーベルホルンハイでのマロリー、クリスティアン組の成績により獲得していた。しかしマロリーはエストニア代表としてのオリンピック出場に必要なエストニア国籍を持たず入手の条件であるアメリカ国籍の放棄を拒んだためオリンピックにはシュトルク、タービ組が出場することとなった。2010から2011シーズン欧州選手権に初出場し21位。 世界ジュニア選手権は前年の28位から大きく順位を上げ10位に入った。2011から2012シーズン、地元開催のジュニアグランプリシリーズのタリン杯ではシリーズ参戦後シーズン目にして初のメダルを獲得した。2012から2013シーズンによりシニアクラスに移行。ニース杯では銅メダルを獲得した。 2013から2014シーズンの世界選手権では初めて f d に進出し19位だった。2014から2015シーズンのエストニア選手権では5度目の優勝を果たし、歴代2位体の記録となった。2015年12月13日、エストニア選手権にて引退セレモニーが開かれた。女子シングルの表彰式の前にタイムとセイグッバイを披露し、 現役生活に別れを告げた。ありがとうございます。